ドラウパディがサイコロゲームに招かれる場面はアイアンクリのドゥフシャーサナ、ドゥフシャーサナ、またはドゥッシャーサナはインドのジョージ氏、マハーバーラとの登場人物。盲目の王、ドリタラーシトラとその日がアンダーリーの間に生まれたカウラバの百人兄弟の次男でドゥルヨーダナの弟である。ドゥフシャーサナは兄のドゥルヨーダナを生涯したい、そのドゥルヨーダナが パーアンダバ兄弟に対して行った数々の策略に深く関わった。ドゥルヨーダナ一派は、かねてより、いとこのパーアンダバ兄弟を敵視していた。そこで彼らは、パーアンダバ兄弟をサイコロ賭博に誘い、ユディシティラがかけた財産、王国、その兄弟や妻のドラウパディを差術によってすべて奪った。賭博において、ドラウパディが勝ち取られるという前代未聞の、 出来事において、その場は、騒然となった。ビドゥラをはじめとするクルケの家臣らの批判も聞かず、ドゥルヨーダナは、ドゥフシャーサナに、その場に、ドラウパディを連れてくるように命じた。ドゥルヨーダナの命令を聞くと、ドゥフシャーサナは力ことごとくで髪をつかみながら、ドラウパディを引きずり連れてきた。そういった彼らの暴挙を、カウラバ兄弟の一人ビカルナは、避難したが、 ドゥルヨーダナの名優カルナはそのビカルナの発言に怒り狂い、すでに勝ち取られた、パーンダバたちは奴隷であるも同然だとして、ドゥフシャサナに、パーンダバとドラウパディの着物を剥ぎ取れと命じた。ドゥフシャサナは、ドラウパディの衣に手をかけたものの、不思議なことに、その衣は引っ張られるたびに新しい衣が現れて、決して脱がされることはなかったのだった。しかし、このことに、 ドラウパディの夫の一人であるパーンガバの次男ビーマは怒り、私はドゥフシャーサナの胸を裂いて、その血を飲むだろうと誓いを立てた。クルクシェートラ戦争第16日目においてドゥフシャーサナはビーマに矢の雨を浴びせていた。ビーマはドゥフシャーサナを目にすると、かつてドラウパディが受けた屈辱を思い出して腹たが煮えくり返り、彼に飛びかかって、 彼の死種をへし折ってその胸を引き裂き、傷口から滴る血を飲み干してしまった。こうしてドゥフシャーサナは倒れ、ビーマはかつての誓いを完水することとなった。ありがとうございます。